アイダホ州議会議事堂ボイシボイシー、ボイジーはアメリカ合衆国アイダホ州の南西部オレゴン州にほど近い同州最大都市で州都であり経済、工業の中心地である。2000年現在の国勢調査では人口18万5787人である。ここは映画軍の軍庁所在地であり、ボイシ大都市圏の主要な都市である。 ボイシ都市圏の人口は年々増大しており、2015年時点で約62万人である。ボイシの海抜は2842フィートにある。アイダホ州は治安の良さで知られるが、その中心都市であるボイシも全米指折の治安が良好な都市としても知られている。モーガンクイット農舎の犯罪率ランキングでは、ザ・セイフィストシティーズのランキングとして、2015年のデータで、 大都市圏の中心都市でランクインしている例は他に、オハイオ州、コロンバス、ユタ州、プロボだけである。また、良好な自然環境、温暖な気候、IT 産業の交流に伴う好景気物価の安さなどから最も生活しやすい都市の一つに挙げられており、2016年に発表された住むのにふさわしいベストシティーズでは第3位にランキングしている。 氏名は近郊を管理していた陸軍が、フォートボイシと名付けたことにちなんでいる。現地の発音は、ボイスイーであるが、これは、シボレスとも考えられ、地元の住民以外には、ボイズイーと発音されることが多い。スネーク川支流の過酷に位置し、1862年の近郊発見、また、オレゴン街道の沿線都市として栄える。20世紀の考え事業によって、食品、 食肉加工業が発達したが、近年はコンピュータ企業の躍進によって目覚ましい発展を遂げている。ボイッシュはアイダホ州が43番目の州として、アメリカ合衆国に加わった1890年7月3日にアイダホ州の州都となった。ボイッシュは北43度36分49秒、整形116度14分16秒に位置しており、 北海道札幌路市などと同位度である。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積165.7平方キロメートルである。このうち165.2平方キロメートルが陸地で0.5平方キロメートルが水地域である。総面積の0.33%が水地域となっている。ボイシのバスク人地区ボイシ川で遊ぶ人々ボイシ市、 および一般的な大都市圏は1990年代及び2000年代を通して劇的な成長を果たした。アイダホ州南西部コミュニティ計画協会は、ボイシ市の2005年現在の人口が20万8000人以上と見積もっている。それは以下の2000年国勢調査の外観から11%増加している。ボイシ市は現在、シアトル及びポートランドに続いて、 スポーケン及びタコマ市より上位になる米北西部で3番目に大きな都市である。また、ボイシ市自身はソルトレークシティより人口が多くなっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口18万5787人、7万4438世帯及び4万6523家族が暮らしている。 人口密度は1124.7平方キロメートルである。471.3平方キロメートルの平均的な密度に77,850件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人92.15%、アフリカン・アメリカン0.77%、先住民0.70%、アジア2.08%、 太平洋諸島計0.16%、その他の人種1.74%、及び根結2.39%である。ここの人口の4.53%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は25.3%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が11.7%、25歳。 以上44歳以下が32.3%、45歳以上64歳以下が20.6%、及び65歳以上が10.0%に、渡っている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は98.1人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.8人で、ある。 ありがとうございます。